先ほどまでは山名さんが、大学卒業して大学院行って就職して、どういうことしてきたのかみたいなところをお聞きしたんですけど、この動画では今何しているのかってところをお聞きしたいなと思っていて、改めて今どこで働かれてるかお聞きしてもいいですか？武蔵野市にある聖徳学園中学高等学校という東京都の私立学校ですね。あ、そうなんですね。そこは結構今までの山名さんの経験を生かせるような学校なんですか？そうですね、基本的に自由に何でもやらせてくれるので。へえ、そうなんだ。で今はどういうポジションで入られてるんですか？今はスクールカウンセラーもそうなんですけど、あとグローバル教育の部長という、学校にグローバル教育部みたいなのがあるんですか？あるんです。へえ、そこは何してるところなんですか？基本的には、校内のグローバル活動の推進と、留学とか国際研修とか、そういうのを企画立案と、あと実行とか。グローバル教育部の中って何か授業を持って何かするとかあるんですか？高校2年生でですね、国際協力プロジェクトっていう授業をしてまして、それは開発途上国に対して何ができるか考えて発表して、実際それをやりなさいと。おお、実行までやると。へえ。発表するだけだったら誰でもできる。途上国でもするってことですか？基本的にはいけないよ。その中でも今できることは何か考えてやるっていう。なんか授業の一環である。総合的な学習の時間っていうのがあって、その中にある。あ、そうなんですね。だから週1コマの普通の授業です。なんかいろんなことを学べる授業のコマがあるんですね。そうですね。その総合的な探究はその学校が特設で何でもどういう授業やってもいいっていうのがないので。じゃあそういったグローバル教育部で週1コマがあって、そこで考えさせるっていうところもあるし、スクールカウンセリングもしてるんですね。そうですね。そこは具体的にはどういうことをされてらっしゃるんですか？生徒からの相談をもちろん受けたりとか、あと保護者の方々から養育上の相談を受けたりとか、そういうような話ですね。なるほど。アメリカの経験とかはどっちも関わってくるってことですね。そうですね。学校に入ってきて目指したのが、やっぱりアメリカで経験したことをどうやって学校の中に入れれるかっていうところだったので。アメリカと日本で教育で違うところってありました？求められてるもの違いますよね。アメリカのスクールカウンセラーって学校のシステムの中に、今僕がやってるものがそれに近いんですけど、でも日本のスクールカウンセラーってもっとクリニック的なカウンセリングを求められてるものがあります。あ、そういうことか。で今聖徳学園ではどっちのポジションのによりでやってるんですか？両方。そうですけど、グローバルが強いんじゃないですかね。業務量は違うんですよ、全然。これちなみにグローバルで週1のコマで1年間やるみたいなイメージなんですね。そうですね。それ結構大変じゃないですか？大変っていうのはどういうカリキュラムでその1年の週1のコマを作られてるのかなと思ってて。やっぱりゼロだったんで、教科書を一から作るようなものですね。はい、そうですよね。だからいろんな人の意見は聞きましたね。先生からもティームティーチングやってるんですけど、その先生からもこうした方がっていろいろ聞いたし、あと生徒からも聞いたし、これが面白くなかったとか平気で言ってくる、ぐさっと刺されるわけですけど正直やっぱり生の声が大切なんですけど、それを拾ってでどんどん発展させて今のような形にしていったって感じ。じゃあ実際途上国で起きている問題っていうのをどういうふうに改善していくかみたいなのを考えてプランして実行するみたいなところまでやってもらうんですよね。そうです。これ実際開発途上国の課題ってどうやって調べられてるんですか？生徒さんとかは。そうですね。コロナ前は JICA の出前授業ですね。あれで来てその話を聞いたところをそのクラスの対象国ってやってたんですけど、コロナになってからは隊員の方たちにビデオを作ってもらって、何個か出来上がるわけじゃないですか。で生徒たちがそれを見て決めるんですけど、それは結構評判良かったんですね。自分で選んでるから。複数あってどれやるっていう選択は生徒さん側からできる。そうですね。今までは少なからず決められてるから。ちなみに JICA 海外協力隊とは先ほど出前講座みたいなところもあったと思うんですけど、そういう継続的な関係性っていうのは何で取られてたんですか？他に何かあったんですか？JICA も珍しいっていうので食いついてくれましたね。そういう出前授業で終わるっていうのはほとんどだったけど、1年かけてそこからスタートして最後落とし込むっていうところまでやったっていうのは、これは面白いって言っていろいろと協力してくれたっていうところ。そうなんですね。それどうですか？中間発表もやって最終的にアクションまでするじゃないですか。生徒さんからしてみてフィードバックとしてはやってよかったと思ってもらえるんですか？授業が終わった後の評価はいいですね。なんかどういう声が多い感じなんですか？やっぱり知らない国が知れたとか、人前でこう発表することができたとか、それをきっかけに本当にそういう分野に進んだ子もいますし、あ、そうなんですね、はい、この授業がきっかけでってありがとうございましたみたいな。はい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 、いいですね、そういうの。そうですね、僕すごい荒れた授業を持ったことあって前の授業なんか絶対受けたくないって言われたこともあれば、今の授業、日本ですか？日本の、あ、今の学校で今みたいにもう先生の授業を本当に受けさせてありがとうございますってわざわざ言いに来てくれたりしてるんだけど、だから全部のこれも全部僕経験してる。最悪のケース、最高のケースみたいな。面白い。だから先生、まあいわゆる授業をする経験値としては全部持ってるんですね。全部持ってます。そっか。JICA の研修も活用してってお話あったと思うんですけど、はい、それどういう研修だったんですか？JICA の研修はうちの学校だとベトナム研修に行った時に JICA の現地事務所に訪れさせていただいて、 JICA の活動してる現場を視察したりとか、そういうのが、まあ、ルワンダ研修やってるんですけど、そこに行った時にも最後 JICA の事務所でプレゼンテーションしたりとか、JICAってところに。JICA の地球広場っていうのがあるんですけど、今またコロナ行ってないですけど毎年夏に行って、まあ向こうパッケージプランってあるじゃないですか、あれを受けたりとか。あ、そうなんですね。ベトナムの研修とかってその学校として用意してる研修？そうです。はい。それは全員参加なんですか？いや、参加希望制です。ああ、そうなんですね。ルワンダあるってどういうことですか？自分の中で一度はアフリカっていうのを経験したかったし、あと生徒をやっぱり連れてってみたかった、その人類の起源として。でその中でいろんな国があるわけですけど、ルワンダっていうのは昔からなんかいろんな縁があったんですね。でそしたら、まあ、ルワンダは安全だしいいんじゃないかっていろんな人に言っていただいて、はいはい、やってみたいですって校長に言ったら、はい、じゃあ、まあ、もちろん視察行ってこいっていう話になりまして、でも今思えば僕一人で視察行ってるんですよ、ね。あ、そうなんですか、はい、あ、でもその時初アフリカですよね。初アフリカでJICA の隊員さんも基本最初行く時って複数人で行くじゃないですか、うん、これ結構なんか結構やばいですね。なかなかチャレンジングな話です。なかなかチャレンジングです。ルワンダ研修とかはどういう研修なんですか？アフリカに行く機会って、まあ、人生で1回あったら多い方だと思うんですよ基本的には。だから、まあ、見てよかったねっていうのも多くはしてあるんですけど、他には現地の学校と交流とか、あとファミリービジョンっていう、まあ、現地の青年が建てた貧困の子たちのための学校があるんですけど、うちの学校の生徒が支援してるんですね。そこの現場を視察しに行ったりとか。そうなんだ。はい。JICAルワンダ事務所でも発表とかもするんですか？で最後はその事務所で生徒たちがこの研修はどういう研修でしたって発表するっていうのを、まあ、まとめにしたり。すげえな。当時在ルワンダ日本大使館の大使にもお招きいただいて、大使公邸で食事もさせてもらって、結構いい経験をさせてもらいました。高2でルワンダアフリカ行ってでそんないろんなのを経験するってすごいですね。それを若いうちに経験したらどうなるのかなっていうのもありましたね。めちゃくちゃ大きいですよね、はい。めちゃくちゃ大きいと思います。1年目は5人ぐらいだったんですけど、2年目集めた時15人ぐらい集まった。どうしようかなと思ったらコロナになってそれはできなかったんです。ああ、そうなんですね。でもコロナ明けたらまたじゃあ増えそうですね。まあ今から行ってきてるやつは何人かいますよ。あ、そうなんですか。ルワンダ研修は絶対やってくれて絶対行きたいんだって。それはいいですね。今後山田さんとしてはどういうことをやっていきたいとかってあるんですか？やっぱり常に考えているのは、自分自身が常にアップデートしていきたいっていうのがありますね。現状に満足したら自分は終わりかなと思って、新しい情報がしっかりと、まあ、取れる状態でもいたいし、それを知って生徒さんに伝えられる状態にしておきたいと。でそれに対して、まあ、そういう研修も含めてなんですけど、そういうのに入れ込んで、なかなか学校にいるとその時代の流れってキャッチしにくいんですよね。だからそれは自分の人生としても刺激もないですし、そもそも自分自身が置いてかれる、はい、だからその中で自分自身をどうアップデートさせて、はい、現代に対応しながら教育として生徒たちに落とし込んで、それを生徒たち自身が発展していけるっていうところですかね、はい、今。最後にちょっと聞いてみたいなと思って、はい、まあ一つちょっとお願いがあって、中高の人たちに一言アドバイスするとしたら、山田さんって何てアドバイスします？月並みな言い方ですけど、無限の可能性を秘めてるっていうのは絶対に理解してほしいですし、それは授業を通していろんなところで伝えてるつもりであるんですよ。でも諦めてんのって自分自身か周りから言われてるからどっちか。でも今まで、まあ、何百人と何千ってあった生徒の中で、本当に可能性ないなこの人はって思ったことは一人もあったことないです。こんないいとこあるのになんでこういう人出さないんだろうっていうのばっかりです。そうですけどね、若いうちだからこそ可能性はいっぱいあるし、そうですね、うん、なるほどな。だから行動っていうところにこだわっているところはありますね。やってみて別に成功しなくたっていいんですよ、もうほとんど失敗ばっかりなんですけど、はいはい、でもその失敗をした時に次何ができるかって考えるところで成長ってあるじゃないですか、はい、そうですね、はい、まあ、僕も高校生の時にそういう先生いたらよかったです僕も肝に銘じたいなと思ってますありがとうございます、はい、ということでちょっとこの動画は山名さんが今何しているのかっていうところをお聞きしましたと、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで今日は国際協力の中でも、教育現場で、グローバルの教育をされている山名さんにお越しいただきましたと。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。